ガリツヤ・ロドメリア王国は1772年から1918年まで存在したヨーロッパの国家である。ハプスブルク君主国、つまりオーストリア帝国とその改祖されたオーストリア・ハンガリー帝国に属していた。東部中央ヨーロッパのこの歴史的な地域は現在ポーランドとウクライナによって分けられている。歴史的なガリツヤの中心部分は現在の西ウクライナにある。 リビュー州、テルノーピリ州、リバーノフランキーウシク州となっている。ドイツ人、ポーランド人、ルテニア人と呼ばれた、ルーシ人、ユダヤ人らが主な国民を構成した。正式名称は、各言語で以下のようになっていた。ドイツ語名に沿って日本語に訳せば、ガリツやロドメリア王国及び、クラカウ大公国、アウシュビッツ公国、ザットル公国である。なお、 前半部分はウクライナ5名で、ハリエツやボロディームイリア王国、後半部分はポーランド5名で、クラックフ大公国、オシフィエンチム公国、ザトル公国となる。ガリツヤとロドメリアの名称は、それぞれハールイチボルイ2対抗国を構成した、ハールイチ公国とボルイーニ公国に対する、13世紀から14世紀のラテン語による故障である。 複雑な民族事情を抱えたガリツやロドメリア、王国では事情に合わせていくつかの国旗が用いられた。ありがとうございます。